ットボールファンの皆さん、こんにちは。強敵が揃うこのコンペティション、勝ち抜くのは果たしてどちらでしょうか。プライドがぶつかり合うこのゲームです。この時間はビファーレン長崎対 AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対 AC ミラン、サイド紹介です。右にエンドを取るのは AC ミラン、反対側左のエンドからが長崎。ゲームはやはりこの人、ラファエル・レオンに注目ですよね。彼といえばやはりあのドリブルなんですけれども、2022年5月でした。リーグ優勝を決めた最終節でも冴え渡っていましたよ。はい、3ゴールすべてレオンがドリブルで切り込んで味方のゴールを演出しましたからね。そうなんですよね。彼の活躍でクラブは実に11シーズンぶり19回目のリーグ優勝を果たすのですが、リーグ最優秀選手にも輝いています。まああれだけの活躍ぶりでしたから納得ですよね。はい、相手を翻弄するドリブル、そしてシュート、注目です。増山、長崎は序盤からバイタルエリアに何回かボールは持ち込んでいるものの、まだ決定的なチャンスは作れていません。マテウス・ジェズスと、これはスルーパスを狙う、デヨングからレオン、これはチャンスだ。米田、さあ右へ預けて、マテウス、デイビス、このボールをカットします。さあ一気にカウンター、ディフェンスこれを読んでいた、裏を狙う、さあここでカウンター、秋野奪いに行きます。米田、スペースへ仕掛けるか、クロス、シュート、さあこぼれた、どうだと、これはフワンマ、これはチャンス、さあつながるか。そこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。 AC ミラン、カウンターを仕掛けていきます。狙えるか、シュート、いやいい反応でしたね。北澤さん、いや見せてくれましたよね。この重要な試合で大きなセーブになりましたよね。長崎、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。裏を狙っていきます。米田、秋野、さあ左サイドへ山田、ここは奪います、ここはつながりません。田中、前半32分を回りました。このボール奪いに行きます、奪い返します、コースの切り替えも早いですよ。さあレオン、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。危ないシーンでしたが、ここはしっかりクリア。さあカウンター、スピードを上げたいところ、米田、自分で行く、さあフワンマ、これは奪い返します。さあカウンターのチャンスになります。秋野、このボールに触ります、響きから大きく前線フィード、おっとこれはカウンターいきますね。
さあフアンマ、デイビスから右サイド、これは合いません。メッシからのボールを守備陣対応しました。さあ左へ預けて、お、これいいでしょ、抜けてくると呼んでいた。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。前半0対0。北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。消耗してる中で選手起用、そういった形でどうするかですよね。まあ、本当に変えることによってね、それが本当勝負どころになる可能性ももちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。ビファーレン長崎対 AC ミラン、スコアレスのまま後半へと続きます。どうだシュート、しかしこれよく止めましたね。素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。さあ左サイドへ、裏へ届くか。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。スピードアップしたいですよ。ここは長崎としてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。セリンサリ、ここで前を向けるか。本当ですよ、ここは読んでいました。このボールをカットします。フアンマ、マテウス・ジェズス、カットに行きます。チャンス、フアンマから左へクロスを選択、ヘディング、いやー来たー、先制長崎、ようやく均衡を破ります長崎。頭で流し込んだ見事な一発、落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、頭で来た、縦にボールを入れます。ここは対応します。ミランとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中して、シュート、いやー、こぼれます。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。バティストゥータから左サイド、デヨング勝負か。AC ミランは先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。いい流れを作れてますよね。決まってもおかしくないシーンが続いてますからね、期待できますね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。スルーパス、さあ上げる、中央へ、スペースを使う、流れを止めます。米田、今日ワンアシストです。スペースに出す、メッシからロベルト・バッジョ、裏のスペースを狙う、この反応、旗が上がっています、オフサイドです。両チーム同じタイミングで動いてきます。緊張感のあるゲームですからね、選手交代をうまく使って先手を打っていきたいというクラスですね。スルーパスを出す、さあリバウンド、空いた、中央上がって、シュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですね、チャンスありますよね。リバウンドが体勢を崩しながらもシュートまで持っていきました。
北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としては得点と時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くぞという気持ちでね、攻めていってほしいですよね。渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。ここはクリア、落ち着いて対応します。ベルゴミ、組み立て直します。アラウホ、ここはカットします。長崎としてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。裏へのスルーパス、長崎カウンターを仕掛けます。今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。ディフェンス落ち着いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。裏のスペースを狙う、さあカウンターだ、自分で行く、セカンドボール拾いたい、スルーパスを出す、さあリバウンド、バティストゥータシュート、ポストに当たる。スローインをカット、これは読んでいました。ミラーとしては残り時間なくなってきましたからね、素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。スペースを使う、危ない、長崎としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですよね、しっかりとゲームを締めたいところです。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。さあここからの展開、長いボールを入れます。阿部、さあ繋がるか、裏へ届くか、これは繋がりませんでした。トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。ここは繋がりません。ここはすぐ奪い返します。試合終了、1対0、長崎見事な勝利です。そして条件達成です。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。素晴らしい勝利でしたね。勝って突破を決めるという選手にとっても監督にとっても最高の結果になったんじゃないですかね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。長崎が見事突破を決めたゲームです。And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall.
フットボーラーのプライドがぶつかり合うこのコンペティション、ライバルたちを退け勝ち抜くことはできるのでしょうか。目が離せない90分です。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。この時間はビパーレン長崎対徳島ヴォルティス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候の確認です、現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。ビパーレン長崎対徳島ヴォルティス、サイドを紹介します。右のエンドを守るのは徳島、どうだシュート、田中、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。長崎カウンターを仕掛けていきます。北澤さん、信じられますか、今日の試合あのクライフが出場しています。そうなんですよね、まさか彼のプレーをこうして生で見れるとはね、はい、いやテンション上がりますよね。これは、うん、現代のサッカーを形作ったまさにパイオニアですからね、うん、長いサッカーの歴史においてもこんなにすごい選手は思い浮かばないんですからね。はい、今日も美しいサッカーで私たちを魅了してくれることでしょう。本当に楽しみです。そうですね、アウトまで来た、いやー、ポストの左です。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。さあ、右へ預けて、お、これいいですよ、抜けてくる、どうだ、ヘディング、いや決まった、先制長崎。フアンマチェックを受けていましたがしっかり決めてきました。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。さあ、長崎、この大事な試合で貴重な先制ゴールが決まりました。やっぱりホームの試合は落としたくないですから、先制して主導権を握るっていうのは非常に大きいですね。そうですね。モドリッチ、このマッチアップどうなる、キミッヒ、メッシ、スペースを使う、上げてくる、直接行ってしまいました。さあ、カウンターを仕掛けます。フアンマ、素早いパスで攻め上がっていきます。さあ、フリーだ、クロスが上がる、パスをつなげます。裏へのスルーパス、ここからカウンター早いでしょ。このパスを受ける、危険なプレーのようにも取れましたが笛はありません。ムバッペへのボール、ムバッペからモドリッチ、増山、本日ワンアシストです。ムバッペ、ここでマッチアップ、さあワンツーからムバッペ、モドリッチへ、デヨング、笠柳、ライカールト、このボールをカットします。モドリッチ、スペースに出す、モドリッチ、枠は完璧に捉えていました。モドリッチ、ミドルシュートを打ってきました。キミッヒ、ここは読んでいました。モドリッチ、
コスタクルタ、モドリッチへ、メッシ、これはオフサイド。長崎としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。インターセプト、スルーパス、ムバッペ、ムバッペ、ムバッペ、43分です。ここは競り勝ちます。フライフへ、フライフ、フライフ、来た、これは。さあメッシ奪い返します。ここで長いホイッスル、前半終了です。前半終え1対0、長崎まずは1点先制して折り返す前半となりました。試合を進めにあたってはやっぱり1-0でリードしているっていう心の余裕というものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。ビファーレン長崎対徳島ヴォルティス、長崎が1対0でリード、後半に向かいます。さあ後半スタートです。長崎としてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは気をつけたいですよね。そうですよね。さあ繋がるか、丁寧に足元を使う、フライズが受ける、危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。フワンマ、増山、マテウス、中村へ、フワンマから左へ当たればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。メッシー、クライフ、マテウス・ジェズス、積極的に足を入れてきます。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。ディフェンス落ち着いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。オフサイドですか。長崎がこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開、北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の1-0は非常にシビアですからね。モドリッチからテオ・エルナンデス、増山から前に大きく入ります。長崎はここクリアで難を逃れます。スルーパスを出す。さあフワンマ、笠柳、トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。シュートこぼれますと呼んでいた。これはつながりません。スペースにいいボール出たんですけどもね。さあカウンターだ。キミッヒ、マテウス、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としてはシュート決めた、長崎追加点決めます。これで2点差。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。
両チームともメンバー交代があるようです。さあ長崎得点を重ね2対0という展開。長崎としては2-0になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいですよね、はい、カットに行きます。このボールに触ります。コスタクルカ、ここも固い守りでボールを奪います。裏のスペースを狙う、裏を狙っていきます。仕掛けるか、頭だ、惜しいシュートです。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。スペースを狙う、ここは間合いを取る、スクイークロス、このパスは流れてしまいます。自分で行く、うまいですね。チェックを受けますが動じません。メッシーマッチアップのシーン、さあ共に選手交代があるようです。コスタクルカ、メッシ、コスタクルタ、クロス、対応します。レバンドフスキから右サイド、コース空いた、来たチャンスだ。長崎は今のメンバーチェンジで残す交代枠は1回となります。パスの切り替えも早いですよ。テオエルナンデス、このボールに触ります。縦へ送る、ネイマール、テオエルナンデスへ、ネイマールに渡る、来たぞ、ヘッドだ、惜しい。さあここでカウンター、抜ければチャンス、ライカールト、このボールをカットします。ムシアラからレバンドフスキー、さあ左サイドへ、おいい形ですよ。シビキから縦に長いボール、カウンターですよ。積極的なディフェンス、米田、裏へ届くか、さあ来たか、ライカールト、ここで笛です。2対0、見事な勝利です。そしてこの結果条件達成となります。さて北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。長崎としては最高の結果になりましたよね。選手も重圧を感じていたとは思うんですけども、冷静にプレーして結果に結びつけてきましたよね。これでまたチームとしても一つ成長できると思いますけどね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。長崎が見事目標達成です。
Thank you.